どうも、宅飲みバー竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はジャパニーズウイスキーです。こちら浅香蒸留所さん、笹の川酒造さんですね、の963スムース&ピーティー、これを飲みます。こちらですね、スムース&ピーティーということになってまして、963っていうのは浅香蒸留所のブレンディットの、一つの銘柄というかブランドですね。郵便番号です。浅香さんの、963っていう、を使って名前をつけてるということです。でですね、これは僕楽天の海鮮屋さんっていうところで買ったんですけど、海鮮屋だったかな、はい、そこのオリジナルっていうか、そこと、多分笹の川酒造さんとで独自で出した商品みたいで、他の店ではまだ今んとこ見たことないですね。多分リカマンさんでいうとこのワイズカスクみたいな感じで作ったのかなとは思います。これとですね、これがスムース&ピーティーなんですけど、もう一つそこにあるんですけど、リッチ&スイートっていうのも出てます。リッチ&スイートはちょっとまた今度やるとして、今日はこのね、スムース&ピーティー、これを飲みたいと思います。この前ね、朝香さんファーストピーテッド飲んでなかなか美味しかったので、これにもちょっと期待しております。では開けましょう。はい、ではまずストレートをいただきたいと思いますけど、ですね、ちなみにこれはノンチルフィルタードノンカラーですね。冷却ろ過してなくてカラーリングもしてないということで、それでブレンディットです。モルト&ブレーンですね。そして700ミリの46度、価格が税込みの3300円ということで、スペックはそんな感じになっております。はい、色はやっぱり結構ノンカラーってことで薄めですね。年数表記がないんで、まあ何年ものかわからないんですけど、そんなに経ってないのかもしれないです。いただきます。お、あれ、この PT さは浅香さんのあの感じとはちょっと違うような。あ、美味しいですね。でも浅香さんのね、 PT さんどっちかといえばその泥気というか、まあいわゆるデータンっていう感じって言ったらよくわかんないですよね。焦げたような感じなんですけど、これ結構塩気がなかなかピーティーです。ピートの感じがね、少しなんか溶度感があるような気が、若干ですね、若干気がしました。なんかいつもの浅香さんの、この前飲んだ浅香さんファーストピーテッドとは明らかに違うピート感がしてます。でもね、多分同じだと思うんですけどね、同じピートだと思うんですけど、なんでだろう。ああ、一緒かな。やっぱ飲み比べしないと僕の味覚じゃわからないです。でもこれも美味しいのは美味しいですよ。はい、ちょっと加水をしてみます。ちょっと乳酸菌みたいな。ストレートの時からアルコールの刺激っていうのはあんまりないですね。だから結構もうこなれてるウイスキーだなという、まあブレンディットなんでうまくこう調合したっていう感じが出てますし、でスムース、だからスムースですね。
で、ピーティーっていうのもピーティーです。はい。だからもう、これのネーミング通り、スムース&ピーティーなウイスキーだと思います。スモーキーっていう感じではないです。まあ、でもスモーキーがちょっと苦手っていう方にはスモーキーに感じられるかもしれないですけど、ピート炊いてるんでしょうけど、フェノール値がどのぐらいか分かんないですけど、この感じだとそこまで高くはないのかなという気はします。はい。まあ本当にネーミング通りスムース&ピーティー、ピートの感じはよく聞いてます。はい。ではロックをいただきます。はい。ではロックワンショットを入れます。はい。ではロックをいただきます。ああ、もう本当にね、ネーミング通りね、スムースです。飲みやすい、スーッと入っていきますね。まあこれはストレートの時から加水した時もそうだったんですけど、で入っていった後にピートの感じがグッと奥から込み上げてくる感じで、なかなか美味しいですね。まあロックの場合、後味が少しドライっていうか苦いというか、そういった面はどうしても出てきますけど、もうあんまりストレートの時からイメージが変わらないスムース&ピーティー。はい。ちょっとロックだと味がぼやけてしまいますね。でも、ちょっともったいないのかな。加水がいいかもしれないです。今 46% あるんで、ストレートだとちょっときついなっていう感じの時はちょっと水を加えて飲むっていうのがいいんじゃないかなと。ロックになると少し味がぼやけてるような気がします。はい。ロックよりもどうでしょうか。今から飲みますけど、ハイボールとかの方がもしかしたら、まあ飲んでみましょう。ピーティーさが出るかなっていう気がするんですけど、ではハイボールを飲みます。はい。ではハイボールをワンショット作ります。はい。ではハイボールをいただきます。ああ、予想通りですね。泡に弾ける感じでピーティーさが、あ、やっぱり浅香さんのピートだなっていう感じですね。ちょっと最初ね、ヨード感って僕言ったと思うんですけど、ここまで味わってきて、すいません、ヨード感はやっぱりあんまないです。どっちかといえばやっぱりこの、ピートというよりデータンっていう、日本語で言った方がなんか合うような泥臭さって言ったらあれですけど、まあそれでいぶした、感じが、ピートの感じが出てます。ハイボールはこれはスムースさもあって飲みやすいですね。そうですね、同じピーテッドとして比べるならば、先日の浅香座ファーストピーテッド、あっちの方がまあよりこうガツンとくるピートの感じがあって、あっちはシングルモルトですけどね、こっちはブレンディッドなんで、その辺の違いはあれ、共になかなかに美味しい、ウイスキーに仕上がっていると思います。前もね言ったんですけど、浅香蒸留所さん、僕樽の一口オーナーになってる関係もあって、なんかこう気になってね、新しいものが出るとちょっと買ってみようという気にどうしてもなっちゃうんですけど、まあこの963シリーズ前からあって気にはなってたんですけど、まあ今回そのオリジナルっていうことで、その海鮮屋さんだったっけ、そこが出したので、まあこれを機会に一回買ってみようということで、これを買ってみました。
スムース&ピーティー、これはなかなかスムース&ピーティーそのまま、すいませんネーミングそのままのことを言っておりますけど、実際そんな感じがしたので、はい。で、あの今度ね、後日またやりますけど、同じ96さんの赤いラベルのリッチ&スイートっていうのもあるんで、こちらはこちらでやってみたいなと思います。両方ともブレンディングですね。はい、ということで今日は笹の川酒造さん、朝霞蒸留所ですねの、963スムース&ピーティー、これを飲んでみました。一応ね、名前がねファインブレンディットウイスキーってついてますね。963ファインブレンディットウイスキースムース&ピーティー、はい、ノンチルノンカラーです。まあ感想としては、やっぱりシングルモルトのこの前のナサガザピーテッドには少しインパクトの面では負けてますけど、スムースさっていうか飲みはさすがブレンディットウイスキーって感じで、ピートは効いてるんですけど飲みやすく仕上げた、なかなか、ウイスキー初心者の方でも飲みやすいんじゃないかとちょっと思っております。はい、そんな感じでした。はい、宅飲みは竹を、毎日こうやっていろんなお酒飲みながらいろんなこと喋って遊んでます。お酒のね、こうやってテイスティングみたいなこともやりますし、いろんな遊び企画、あと情報発信、いろんなことやっております。お酒好きな方はチャンネル登録してぜひお酒飲みながら見てください。はい、では今日の宅飲みバー竹はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。